はい、どうぞ。金子でございます。ということで、今日なんですけども、潮干狩りでございます。今年はね、アサリが超不良ということで、去年と同じく天然の本ハマグリを取りに来ました。去年めちゃめちゃ取れて、逃がしたぐらいの記憶があるんですよね。まあ、今年もね、自分で食べるぐらい取って、美味しい天然ハマグリを使って、なんか、一品二品作って、飲んでいきたいなと思います。この格好じゃちょっと取れないので、着替えます。ほい！よいしょー！この格好でいきますよ。これが一番楽なんですよね。これ座って撮るスタイル、今年もこのスタイルでやっていきたいと思います。よし、来ました。こうしたらじゃあ続々と掘っていくんですけど、まあ、ここはほとんどハマグリが多いです。でハマグリの他にあとマテガイ、長細いやつですね、あれとか、あとたまにアサリ、ハマグリ100粒に対して1粒くらいの、そのくらいの確率でアサリが入ると。であとは潮吹きっていうハマグリにそっくりなハマグリをちょっと味が劣る貝が取れます。であとはね、鏡貝、モチ貝っていうあんまり美味しくない白い貝が取れます。まあ、狙いはハマグリとアサリ、まあ、とりあえず取っていきましょうか。でね、大体掘られとるとこは砂が柔らかいんですよ。こうやって踏んで硬い、しっかりと硬いところで、こういう穴が開いてるじゃないですか。これはね、ハマグリの水管の穴じゃないらしい。ゴカイとか海の生物が掘った穴なんで、この穴の下にハマグリがいるっていうわけではないですね。硬いところ、まず踏んで硬いところ、あ、こういうとこですね。こういうとこちょっと掘ってみましょうか。で、こうしてこう掘っていく。お、早速来ましたね、これがハマグリじゃないやつ、潮吹きですね。味はまあ悪くはないんですけど、あの砂が吐きにくいんですよね。なのでこいつはまあリリースと。でハマグリは1個あるとそこ続々と出てくるんで、とりあえず1個見つけること、それが大事。これアサリ、これですね。ちょっとちっちゃいですね。ちっちゃいんでリリースですね。意外と取れんぞ。ちょっと待てよ。あ、でもゴツゴツしてる。なんか、あ、掘るだ。あ、全部潮吹きだ。で、こう取り方なんですけど、熊手とかは使わずに回して砂の壁をこうやって手でこう崩していく。そうするとハマグリがゴロッと出てくるんですよね。で、ゴロッと出てくると手に当たるんですよ。ゴツゴツっと。ほらほらほら、こうやってもう全部ハマグリじゃないと。この取り方だとこの熊手でハマグリが傷つかないし、こういう水場のところは効率よく取ることができるんですよね。お、これは来たっぽい。これは鏡貝でした。これはあんまり美味しくないんですよ。すげえ、何このエビ。え、車エビじゃね、これ。すげえ、車エビの、車エビっぽくね、これ。これなんだろうね。すげえ、めちゃめちゃ綺麗じゃん。これ多分美味しいタイプのエビ。ほら、車エビだよ、だってヒゲ長いもん。本当だ、黒エビだ。すげえ、初めて見た。いるんだ、赤ちゃん車エビ。赤ちゃん車エビ、これ逃がしてあげる。逃がしてあげる。これ大きくなったら1匹1000円、2000円する。これは多分これはね、絶対ハマグリ。ほら、来た来た、1個目ハマグリ来た。これが天然の本ハマグリ。これを狙ってたんですよ、やっと1個目。もうね、みんな見とるとね、みんな取れてないのか知らんけど、取れとる人どこだろうなってキョロキョロ見てますね。ほら、ほらほらほら、めっちゃいるね。で、たまにね、こうやってカキとかあるんで、これ危ないんですよね。このやり方でもいいんですけど、こういうので手切っちゃうんで、このゴム手袋の下に軍手とかした方がいいかも、このやり方だったら。お、これはでかそう。おお、来た、でけえ。今日一じゃない、さっきのやつより。あ、大きい。これだったら焼きハマグリできるね、いいサイズ。とりあえず1時間掘ってみたいと思います。これが1時間後どういう結果になるんでしょうか。1時間後に行こう。よっしゃ、というわけで1時間経過。1時間で一応こんだけ取れました。結構取れた。もっとね、渋いかなと思ったんですけど、まあ大体これで2キロぐらいかな。めっちゃ大きいやつもあれば、大体このぐらいのサイズが平均ですね。でたまにこうやってね、大きい大アサリみたいなサイズも混じってくると。でね、牡蠣がね、すげえいっぱい出てくるんですよね、これ。これもちょっと何個か持ってて食べてみようかなと思います。で、毎度恒例、こいつね、これ冷たがい。こ
これがこのアサリとかハマグリの外敵、アサリとかハマグリに覆いかぶさって穴を開けて中身だけ吸い取って食べちゃうんですよ。これもね美味しいんだけどちょっと匂いがあるんですよね、うん。まあ、これも2つ取れましたよという感じですね。まだ昼過ぎなんで、干潮が1時なんで、まだまだあと 2,3 時間できると思いますんで、今日はねちょっとたくさん取りたいと思います。でかい、これでかいぞ。いくよ、よっ。あ、そんなでかくなかった。で、1個見つかったらそこにまたあると。ほらこれね、なんでハマグリ取りはいかに1個見つけるか、これが大事。あ、あった。ハマグリは割とね、殻だけって、お、ここまたあった。いいか、いいか。1個あるところにはめちゃめちゃあると。お、これまたコロッケ。これでけえね、これ。こんだけ出ました。出るところからはもうこんだけ出るよと。これ中身入りのマテリアルが取れた。めちゃめちゃ潜ろうとしたの。殻ばっかりあったんだけどね、中身はねこいつが初めて。はい、というわけで、あれからね結構時間経ったんですけど、渋い、なかなか取れない。まあ、このくらい取れました。まあ、こんなもんかな。これだけあれば十分なんでね、帰ります。ただいま。ということで本日の食材がこちら、取れたての国産ハマグリっていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして本日の食材がこちら、自分で取ってきた天然ハマグリっていうことでね、たくさん取れましたよ。現地のバケツに入ってる時はそんなにないかなと思ったんですけど、こうしてみるとめちゃくちゃ取りましたね。で、重さが5キロありました。入場料の1000円で取っていいのは1キロまでだったんで、あとの4キロは追加料金1キロあたり1000円で買ってきました。今回は結構たくさん取ってきました。ご近所さんとか家族にも配りたいなと思いまして。でもね、去年ほどは取れなかったね。少なかったです。結構最初のお客さんに取られちゃってたっていうのと、やっぱハマグリもちょっと不良なのかなというのは思いました。牡蠣がすげー出てきたんですよね。牡蠣もグラム計算になるんで、これ持ってくる人そうそういないと思うんですけど、僕はあえて持ってきました。ちょっと食べてみようかなと思って。これとかね、立派じゃないですか、結構。まあ、ただこの時期のああいう干潟に生息する天然の牡蠣は危ないのでね、自己責任で食べてくださいね。生食はダメだと思うんで、これ加熱したいと思います。で、これウンネですね、冷た貝で、これがマテ貝ですね。で、こちらなんですけど、このようにして1日しっかりと砂出しをしておきました。そしたら今日はこちらのハマグリを使ってハマグリしゃぶしゃぶを作っていきたいと思います。で、大きいとこは焼いて焼きハマで食べてみましょうかね。牡蠣も焼いてね。なんで今日はそちらの2品作っていきたいと思います。それでね、ハマグリって取れるところによって殻の色が違うんですよ。僕は沖の方で取ってたんで、こういう綺麗なハマグリ取れました。ほんで最後にちょっとね、岸際の方にポイントを移動したんですよ。で、その岸際の方は砂がね、泥っぽい粘土質の砂のところだったんですよね。そういうところで取れたハマグリっていうのはこういう感じなんですよ。その泥の色がこうついてるというかね、こういう黒い色はそのもののハマグリの黒なんですけど、砂の色が付着しちゃってるこういうハマグリ、これわかります？で、これカリ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 するとね、分かって黒が取れるんですよね。で、この黒っていうのは泥の成分なんですよ。これ匂うとね、ちょっとね臭いんですよ。で、中身は綺麗なとこで取れたハマグリと変わらないんですけど、この殻の黒いところはお料理に少し影響があると思います。まあ、酒蒸しとか焼きだったらいいと思うんですけど、お吸い物とかそういう繊細な料理をするときはあんまりこれ向かないのかなと思いますね。で、ハマグリしゃぶしゃぶっていうのはこう繊細な料理ですので、今日はこういう綺麗なところ使っていきたいと思います。で、この泥地で取れたところのやつは焼きハマグリにしましょうか。この3つ焼きハマにしましょう。で、アサリの大きいやつもね、一粒入りましたね。これも食べてみましょうか。そしたらハマグリは綺麗に洗いましょう。この取れたてのハマグリっていうのはネバネバをすごい出すんですよね。で、なんでネバネバを出すかというと、ハマグリは移動するときにそのネバネバを出して潮の流れに乗せてこうやって移動するんですって。水質が変化したりだとか、なんかそういうね、自分の身の危険が迫るとネバネバを出すんですよ。で、今まさに危険が迫ってる瞬間なので、ネバネバをすごい出してるんですよ。なので、そのネバネバを洗い流していきます。はい、綺麗に洗いました。で、いいハマグリの見分け方なんですけど、貝と貝をぶつけて、この音。これ最高の音です。新鮮だからいい音ですね。こういうハマグリは身がしっかり入ってるハマグリです。逆に身が痩せてるハマグリとか、身が弱ってるハマグリっていうのは、こうやってぶつけると、
なんか空洞のような音がします。ポカンポカンって。ちょっとね、比較対象がないんで、その音をね、聞いてもらうことはできないんですけど、この音がいいハマグリです。この小石と小石をぶつけてるような音。これ間違いないですね。で、ハマグリしゃぶしゃぶなんですけど、作り方めちゃめちゃ簡単です。まずはお皿にハマグリを並べます。で、あとはこれと、じゃん、水に浸しておいた昆布だし。これだけで OK です。あとお野菜が欲しい方は、おネギとか、白菜とか、あと椎茸やなんかもいいですね。そういったお野菜も盛り付けると、またボリュームが出て、お野菜も取れてよろしいのかなと思います。そしたらこの昆布だしを、お鍋に入れて、し昆布も1枚入れて、で、火にかけます。で、昆布だしを引いていきます。はい、そしたら沸騰直前で昆布を取り出します。はい、そしたらここにちょびっと日本酒で、色付け香り付け程度のお醤油、これでしゃぶしゃぶ用のお出汁の完成。ひとまずこれで OK。 はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。そしたらまずは固形燃料に火をつけてお出汁を温め直します。で、その間に焼きハマを用意していきましょう。火をかけて、で、焼きハマグリなんですけど、ちょっと一手間でこの貝の蓋の縁ですね、ここにお塩をつけます。こういう感じです。これで焼き上がるとね、とても綺麗です。まあ、お魚でいう化粧塩みたいなもんですね。この一手間が大事。こんな感じです。そしたらこれを焼いとる間にしゃぶしゃぶをいきましょうか。で、お出汁の中に入れていきます。で、この時にあんまり入れすぎないこと、あくまでもしゃぶしゃぶですので。で、なんでいっぺんに入れないかと言いますと、ハマグリとかアサリは蓋が開いたタイミングが一番うまいです。で、蓋が開いてから加熱していくと、お汁の方に出汁がいきます。なんで出汁は美味しくなるんですけど、身の味は抜けていくんですよね。なので身を食べるんだったら、蓋が開いた瞬間、それが一番うまいです。こうやって目で見て開いた瞬間に取り出して食べる、これができるから最高なんですよ。さあ、じゃあとりあえず待ちですね。で、開いた時にこうやって汁が出るじゃないですか。これはね、まだ貝の旨味の汁じゃないんですよ。ほぼ海水なんですよね。なのでこのお汁は逃げちゃっても大丈夫です。で、この1回目に出てくる汁の次に出る乳白色の汁がハマグリの旨味が詰まったお汁ですので、それは逃さないようにしましょうね。お、牡蠣開いた。潮干狩り場で拾ってきた牡蠣。めちゃめちゃ、すげえ、めちゃくちゃうまそうっていうね。でもやっぱりな、でも詰まってたもんな。ちゃんとした間牡蠣ですね。そう、これですね。はい、開きました。ここにスープ溜まってるの分かりますかね。これが旨味のスープですね。で、ここにバター、そしてお醤油をちょい垂らし、これで OK。 うわ、すごい身が詰まってるな。やっぱ取れたてはね、違いますよ。ハマしゃぶはもうちょっとだな。じゃあまず先にこちら行きましょうか。まずはハマグリからいただきます。うめえ。なんでさ、ハマグリってこんな美味しく生まれてきちゃったんでしょうね。ハマグリって僕の中の二枚貝ランキングの1位2位をね、こうバチバチと争ってるんですよね。で、その争ってるやつがこの牡蠣なんですよ。こいつ牡蠣とね、ハマグリが大好きなんです、僕は。じゃあ牡蠣いただきます。うわ、うまいけどガリガリだ。あかん、食えたもんじゃないですね。やっぱあんだけ細かい砂のところに生息してる牡蠣だから食べれないんだ。味はめちゃくちゃ美味しいだけに残念だな。これ拾ってきて綺麗な海水で3日4日生かしたら食べれそうですね。やっぱハマグリだわ。うん。で、このハマジュースを、うめえ。え、ね、これガリって言って、これってさ、何これ、真珠じゃない、丸いし。これハマグリの殻ではねえと思うんですよね。アサリとかハマグリにもごく稀に真珠ができるらしいんですよ。多分それだと思う。これすげえ確率引いたんだけど。そんなこんなでハマしゃぶがいいですね。これがハマしゃぶ、開いてすぐをいただくと。
焼きとはまた違ってプルプルしてますよね。でお出汁もちょっと入れて、まずは香りから。はあ、いい匂い。香りで飲めるよこれ。いただきます。うまっ。焼きハマグリはものすごい濃い味で力強い味。ハマシャブは繊細だな。わあうまい。ほんでハマグリしゃぶしゃぶのいいところは、ハマグリをどん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 しゃぶしゃぶしていくと、このお出汁にハマグリの出汁がどんどん出てきますよね。そうするとお出汁がどん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 パワーアップしていくんですよ。しゃぶしゃぶすればするほどお出汁が美味しくなる、そういう料理なんですよね。でそのお出汁でお雑炊とか麺類なんか入れてハマグリラーメンとかしてもうまいと思いますよ。お、そしたらアサリが開きましたね。うわすごい、このアサリの身入りですよ。やっぱり時期のアサリはいいね。うまい。アサリのしゃぶしゃぶ初めてしたけどありですね。はい、ということで今日はこちらのハマグリしゃぶしゃぶと焼きハマグリときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、銀色のやつ。さーっと斜めに入れていく。はい、ここで泡を出す。はい、オッケー。綺麗な7対3。いただきます。なんでビールってこんな美味しいんだろう。からのからのハマグリ。それじゃゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は毎年恒例潮干狩りに行ってハマグリを自分で取ってきて焼きとしゃぶしゃぶで行きましたけど、どっちも良かったね。もうハマグリのバター焼きっていうのはもう取れたてだったら絶対やらないといけない料理だっていうのを思いましたね。やっぱハマグリはね、あの調理法が一番うまい。もうバターと醤油、それで日本酒と醤油1対1で割ってちょっと醤油を伸ばしてあげるやり方もいいのかなと思いました。でしゃぶしゃぶもねうまいです。まだまだ二枚貝美味しい時期ですので、アサリ、ハマグリ、その他貝類、ぜひぜひ皆さん食べてみてください。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。さよなら。さよならおかしいか。